どうも、俺です。今回もですね、お前たちに、サッカー関係のニュースをね送り届けようじゃないかと息巻いてます。はい。今回ですね、何話しましょうか。そうですね、この動画を撮ってる段階ではね非常に好調現在 J リーグ J1 サンフレッチェ広島、ここについてお話しましょうか。サンフレッチェなんですけども、現在この動画を撮ってる段階では2位なんですね。強いですね。で今広島市民もですね、広島県民か、専用スタジアムできて、強くて舞い上がってると思うんですよ。もしかしたら優勝いけんじゃねみたいな。でも事実を伝えます。いけません。優勝できません。なめんなよ J リーグ。っていう感じなんで。で、根拠としてはね、まあ、確かに、スキッペ監督就任3年目なんですよね。で、チーム戦術も完全にもう浸透してきて、もう誰が出ても、パフォーマンスが落ちないっていうレベルになってきてるんですよ。ただ、まあ、これはもう広島だけじゃないんですけど、まあ、戦力の入れ替えが激しくて、やっぱ移籍市場が活発なんでね、やっぱどんどん抜けちゃうんですよね。で、もちろん、どんどんこう、その、穴埋めというか補強していかないといけないんですけど、まあ、広島ってぶっちゃけ金ないんですよ。だから補強できないですね。補強するとしても、基本的にユースからのこう、昇格とかね、まあ、そんなばっかりなんで、ろくな選手が残ってないと。で、プラスアルファ、怪我人も多いと。で、かつ、ACL エリートかな。なんか、まあ、ヨーロッパでいうところのヨーロッパリーグみたいな。なんか参加することに意味あんのみたいな。そう、わけのわからん大会にも参加するんで、ってことを考えると、まあ、もちろんリーグ戦に集中すると思うんですけど、怪我にも多い状況の中、選手層も薄い状況、ってことを考えたときに、かなり厳しいんじゃないかなと。いや、厳しいどころか、優勝は無理だぜってことを伝えたい。広島県民に、お前たちに。広島がどこにあるのか俺は知らないけど、そこははっきり伝えたい。まあ、スキップもね、なんていうのかな、まあ、ドイツ人らしいっちゃらしいのが、なんか、規律のある、組織的なチームを作ってくるけど、なんかこう、パンチがないんだよね。で、まあ、カーベとかも取ったし、アルスラン、トルスラン、なんかわけのわからん外国人も取ったけど、フィットするまでまだ時間かかると思うんだよね。ってことを考えたときに、町田ゼルビアを追い抜くほどのね、エネルギーがあるかって言ったら、それは厳しいと。なぜなら町田ゼルビアもリーグ戦だけだから一歩に絞れるからね。これは絶対的な魅力よ。って考えた時に、サンフレッチェお前たちが優勝することはないと。わかるよな、論理的に考えれば。だから舞い上がってると思うけど、舞い上がりすぎんなよって。お前ら優勝できへんねんから。まあだから来シーズンとかじゃないのかな、わかんないけど。まあもちろん他のね、チームのバランスとかもあると思うんですけど、まあ残念ながらね、今シーズンかなり頑張って盛り上げてくれてると思うんだけど、お前たちが J1 を制することはない。これだけ断言する。